じゃあ恵比寿ゴルフレンジャーです。ありがとうございます。で、今日は、はい、まあ、3人で来てるんだけども、はいはい、まあ、ここはいつもの有賀園太田池上店にお邪魔してます、はい、いつもお世話になってます、はい、お世話になってます。で、イエローがクラブ買ってたのも内緒にされ、はいはい、ブルーが突然クラブを売って買い替えたと、はい、で、2人は果たして、はい、ちゃんとフィッティングして血出して買ったのかっていうの僕はちょっと心配だったんですよ。なるほど、はい、リーダー心として。そうなんです、そうなんです。で、ちょっとブルーに関しては、はい、ラウンド一緒に行ったら、まあ、引っ掛けが止まらない、アイアンの、うん、新しい、ね、アイアンで買ったんだね。新しいんだよね。そうそうそう、これね、自分が良かれと思って買ったんだよ。さっきこの間流したけどね、 MCI、うん、うんうんうん、やったんだけ ど合わないかもしれない。だからそう、これはシャフトが合わないのか、はい、それともそれともなんですよね。これリーダーが話してた、もしかしたらアイアンの来角が、来角って知ってる？まあまあなんとなく言ってみ、来角ってなんか、言ってみって言ったら君新しいクラブ買って、なんか自分のあれも分かってるんだから、言ってみたら来角ってなんだって言ってみろ。ここのこれでしょ。だからなんかこうか、あ、そうそうそう、そっちね、こうっすね。で、ちょっとブルーあやみして、はい、この来角がこのアップライトになってればなってるほど引っ掛けちゃう、うん、引っ掛けると、こういう風に、そうそう、逆にこういう風になってると、そう、君みたいな、うん、スライスフェードか、底抜けみたいな。ああ、なるほどね。それはさ、言ったらスイングの問題なんじゃないですか。例えばですけど、うん、じゃあこれがフラットだとしましょう、うん、じゃあブルーはこうやって振っちゃってるから引っ掛ける、うん、かといって、うん、今スイングを変更するっていうのはものすごく時間がかかると思うね、うん、だったら今気持ちよく振れてる角度にこれ何かこうグリーンと合わせちゃった方がこれが早いんですよ。金をかけようってことですね。お金を持っている人間の考え方大人の悪い考え方、まあ、来客調整はそんなにお金かかんないと思うんだ。なるほど、曲げるだけなんでね。なるほど、はいはい、なるほど。で、10万円以上もかけて新しいクラブ買うんだったらこういうのもちゃんと見た方がいいですよっていう動画を僕らがちょっと今からで、まずそうですね、来客とは何なのかというところから、はいはい、見せていこうかな。説明しましょう、はい。ではじゃあ、はい、早速来角、はい、まあ、どうやって調べるかと言いますと、うん、アイアン見せてください。まずアイアンのケツにこのシールを、このソールの部分にシールを貼り、うん、まあ、振るとここ摩擦で青くなるんですね、うんうん、で、ここでこっちがね、うんうん、こっち側が青くなってたら、うん、アップライトになりすぎてて引っ掛けると、うんうん、で、まあ、こっち側、うん、フラットに入りすぎる。そうそうそう、ね、そうすると右に行きやすい、はい、まあ結局のところはこの真ん中のラインで、うん、ちょっと、まあ、全体的な感じ、ここに印がつけないですよね。そう、全体的な感じが青くなると、まあ来角はブルーは合ってますよと。それをブルーイエロー両方やっていきましょう。はい、はい、行ってみよう。よし、いってみよう。さあ、あって、いつも通りに入れてるんですかね。そうだよ、そうだよ。これからもう真ん中に突き打つけようと思って、しない、絶対ダメダメだよ、いつも通り。そういうゲームじゃない、ゲームじゃない、ゲームじゃない。うん、ないっしょ。さあ、まだ見ないで、隠して。リリ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 。さあ、ちょっとイエローと俺先見ようかな。なるほど。じゃーん、ほー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 、そうなります。おーおー、そうなります。そうなっちゃいます。ほーほーほー、へー、どうどうどう、へー、これはね、ありでしょ。いいと思います。合ってますよ、合ってますよ。どう、合ってると思う。合ってる合ってる。え、これ印ついてるの。ついてるじゃん。めっちゃついてる。ここは削れてんじゃん。そうそうそう、ここトゥー寄りではあるけど、うん、まあ比較的。いや、俺らもっとこっちに当たってると思ってたんですよね。だからブルーの引っ掛けの原因は、あの、内角じゃなかったんだと。シャフトかい、シャフトです、うん、っていうか打ち方かな、うん、どっち、もう一回いける、もう一回やってみる、もう一回やってみる、うん、要は最初同じところがきついじゃないでしょ。そう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 、あれだ、意識的に狙っちゃダメだよ。そうそう、そういうゲームじゃない。いつも通り。そうそう、そういうゲームじゃないから、うん、ブルーが損するだけだから。うん、いい球ですね。コスタか、一緒ですかね。どう、あ、でも一緒だよ。一緒だ、一緒だよ、完璧に一緒。ピント側に、うん、あなたは、うんうんうん、じゃない、もう、じゃ、内角じゃない、内角ではない内角ではない。このいやだってリーダー見てますよね、あの、ものすごい引っ掛け。いや、見てますよ、すごいよ、だって、はい、
やはりこっから打つじゃん、うん、だからあっち行くから、あ、これ黄色いカーテンぐらいまで、そう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 、え、もう一回、もう一回、もう一回、そうね、いや、よかったね、内角は合ってるってことだ、いや、逆に怖い、あ、そっか、あれだ、シャフト変えなきゃいけなくなっちゃうんだ、これ、そうだよ、MCIMCI の意味だ、内角じゃなかった、もう一回言ってみよう、ダメなんだ、いや、いいよ、ね、ちょっと打ち込みすぎだけど変わんないじゃん、まあ、でも、お、すげえ、全体に今ね、がっつり打ち込んだ、あ、そうそう、だからさっき多分、だから削ってなかったんじゃないかっつって、今ちょっと深くやってみたんですけど、これはね、完璧ですね、完璧だね、完璧な、完璧なショットがついてる、うん、ってことは、うん、雷角ではない、ない次イエローですよ、次イエロー、確かイエローはクラブが、僕も雷角じゃなくてクラブ買い替えたいんですけどいいの見っかっちゃったマジで、うん、逆にショックだな、雷角じゃないって絶対雷角だと思ってたのよ、俺雷角だったら簡単に直せたんだけど、ね、そうなんですよね、俺もちょっと変えろってことだろ、俺さあ、イエローの、アイアンがちょっともう一回紹介してもらおうかな、 M4 ね、はい、 M4 で、はい、シャフトがリアックススティール、リアックススティール90って何、 90g これで何、分かんないです、重さよく分かんないです、メイドインチャイナと書いてある、ね、うん、そうだ、あ、そうだ、お前その情報話その情報絶対話した方がいいよ、届いてもいいんじゃない、売るかもしれないから、あ、そうだで、7番アイアン、はい、いつも通りに振ってください、お、いいショット、見ないで、見ないで、見ないでよ、はい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 、おお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 お、どう、完璧ですね、完璧じゃない、完璧ですね、完璧じゃねえか完璧ですね、完璧すぎるそれ、もう一球行こう、もう一球っていうのじゃ、完璧じゃん、うん、いいいいいい、え、うまいじゃん、で完璧完璧、下に当たってる部分はうまいよねこれ例えば、うん、じゃあ2球目違うの削れちゃいましたってなったら、もう振り方の問題、もうそれは振り方の問題になるね、完璧だね、マジ、だって、マジ、だってそこ以外傷ついてないから、ね、完璧ですね、完璧、全く同じ、完璧じゃねえか、だからもうそれ内角とかマジ問題ない、そうですね、問題ない、あ、じゃあ撤収ででもこうやってちゃんと触れるようになってくると、はい、内角調べたりとかさ、はい、そういうことができるように僕らもなったなってきた、そう、ちょっとずつエビスレンジャーは育ってきてる、ものすごく成長してる、内角っていう言葉が出てきた、内角って、そうそうそう、最初僕らね立ち上げた時も内角とよくわかんないよ、内角入れって分かんないよね、あんなのねそんな言い訳にしてゴルフしてらんないっつってどうだっていいよ、そう、まずは自分のせいだったけど、やっぱ突き詰めていくと内角は、うん、あった方がいい、いや、これ相当大事みたいですね、大事大事、てか、ちょっと自信になるね、うん、そう、ちゃんと打ててるってことだからこれなんかさ、新しいから、ほら、この、わかりますか、これで、あー、ガン、これで、この小平さんが言ってたんですよ、うん、このソールに、こう均等に、全体に傷がつくのが、うんうんうん、やっぱりいい雷角の目安だって、うんうん、あのマネージャーさんが、うんうんうん、でも俺のほら中古だからもう傷ついてるんですよだけどお前のほら新品だからこれから、そう、これから見えてくる、これは大丈夫だけど、こんなど真ん中に気づいてたらすごいよね、なんかでもっとなんかねズバーッと深く欲しいよね、うん、やっぱパンチショットの癖があるのかもしれない、ね、うん、まあまあまあそうですね、うん、ブルーすごかった、ブルーなんか最後そうビーってなって最後最後ビーってなったよねなるほどね、はい、じゃあちょっとまあ雷角は問題ないと、問題ないんですが次にですね、もう一個僕がやりたいことがあるので、はい、やっていきたいと思います、はい、じゃあちょっとこれはまた変えますか、はい、とりあえず今回はまた明日ということで、はい、また来週雷角は大丈夫だった、雷角のターンはこれで終了だね、はいはい、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でしたミズのパフォーマンスフィッティングシステムを使いまして、うん、大きいですね、今ね、うん、大きい、うん、本当に関してはもっと軽くてもいい、これがこいつにいくらかけたと思った